をつけて。わかった。ごめんください。失礼します。あなたたち。いや、ロイドたちか。やれやれ、揃いも揃ってしけた面並べてんな。余計なお世話だと言いたいところだが、まあ否定はせん。よりにもよって、なんでアリオスさんが。寝耳に水すぎるよ。本当にそんな気配は全然なかったものね。強いて言うなら、オルキスタワーを訪れることが最近多かったくらいかしら。そうね、あくまで今後のギルドの対応を協議しに行ってたはずだけど、まさかこんな段取りを話し合っていたなんて。実はそのあたりをお聞きしたくて来たんです。アリオスさんはまだギルドに所属してるんですか？昨夜いきなり辞表を出して遊撃士のエンブレムを返してきたわ。持っていた仕事は全部片付けて、今後の対応策も出してくれたのはいかにも彼らしいけど。そうだったんですか。確かにアリオスさんらしい几帳面さですね。だがこのように唐突に辞めるのはさすがに問題だろう。しかもクロスベル独立国の国防軍長官など。こう言ってはなんだけど、エレボニアの反応が怖いわね。資産凍結なんていう脅迫すらしてしまっている状態だし。そうだね、共和国の反応も怖いな。だがアリオスさんの気持ちも理解できないわけじゃない。スコット、どういうこと？俺もアリオスさんと同じクロスベル市の出身だが、確かに演説にもあったような原因不明の不可解な事故は年に 1,2 回は起きていたんだ。本当のことはわからないけど、みんな帝国か共和国絡みで起きたことだとは薄々感じていた。それはまあここ最近はそうした事故は起きてないが、5年前アリオスさんの奥さんとしずくちゃんが巻き込まれた事故が最後と言えるかもしれないな。あ、ひょっとして。5年前に表通りで起きた運搬車の爆発炎上事故。
当初はオーバルエンジンの暴走と可燃性の積み荷が原因とされたけど、確かに不審な点は多すぎたが、そしてその事故に巻き込まれて奥さんのさやさんは亡くなり、雫ちゃんは光を失った。そういう顛末だったの。断片的な情報はある程度は聞いていましたが、それでアリウスさんは警察を辞めてギルドに移って。私もアリオスとはその後からの付き合いだけど、彼一言も言わなかったけど、ずっと引っかかってたんでしょうね。そう考えると今回の大役を引き受けたのもようやく腑に落ちた気がするわ。ミシェルさん、失礼は承知で尋ねますが、アリオスさんのスケジュールで不審な点はありませんでしたか？え？ロイド君、どういうこと？国防軍の司令長官いきなり引き受けるにはあまりに重すぎる役目だと思います。多分ビータ市長、いや大統領との間で根回しがされていたんじゃないですか？それも最近ではなく、しばらく前から。ミシェル、まさか本当なのか？確かに行き先など報告と食い違っていることはたまにあったわ。あれだけ仕事を抱えてたら当然だとは思ってたけど、考えてみればアリオスが報告を間違うなんて不自然極まりないのよね。それじゃあそうした時間にディーター市長とコンタクトを？その可能性は考えられるかもしれない。ロイド君さすがね、怖いくらいの洞察力だわ。いえ、失礼なことを言ってすみません。その失礼ついでにお聞きしますけど、そうしたアリオスさんの行き先やスケジュールの食い違い、半年以上前で覚えはありませんか？半年以上前、まだディーターさんが市長にもなっていませんが。そこまで前だとさすがに覚えてないんだけど、あ、でもあれがあったか。あれ？創立記念祭の最終日よ。彼仕事でデミフェリアに出張することになってたんだけど、それを急遽キャンセルしたのを報告し損なってたのよ。え、後で気づいて聞いてみたら、忙しくて報告し損なって何？何か気になるの？まあ、あの記念祭は殺人的な忙しさだったし。報告に齟齬があったとしても無理もないと思うが。記念祭の最終日、最終日といえばあれがありましたけど。それがどうつながってるんだ？わからない。でも何かつながりそうな気がする。今まで俺たちが忙しさのあまり見過ごしていた点と。すみません。はい、こちらクロスベル警察特務支援課で。ああ、クロスベル国防軍特務支援課の間違いじゃないのか？あなたは？さて私は誰でしょう。正解された方には漏れなく豪華景品を。くだらないクイズは結構です。一体どの面を下げてクロスベルにやってきたんですか？やれやれ、嫌われたもんだ。派手なことになってるみたいだが、ちょっとあった話だけど、ま、損はさせないと思う。わかりました。どこに行けばいいんですか？クリムゾン商会、いや元ルバーチェ商会と言った方がいいか。あそこの会長室にする。地下のあそこですか？わかりました。そんじゅ待ってるぜ。もしかして行方不明のザオシとか？そういえばこの前ランディさんがいなくなった時連絡をもらいましたね。そうだったのか。いや違う、帝国軍のレクター大尉だ。え、あの人またクロスベルに来ていたんですか？確かにどの面下げてって感じだな。どうやら旧ルバーチ商会で話があるみたいだ。赤い星座とのつながりを考えるととても油断はできないけど、行くだけ行ってみよう。だな。補欠にいらずんばですね。
準備だけは万全にした方が良さそうね。あなたたちも大変そうね。どうやら面倒な相手とやり合うみたいだな。情報局のアランドールか。恐ろしく厄介な若造らしいが。厳しそうなら助立ちするから遠慮なく言ってよ。そうね、湿地帯での借りもあるし。ありがとうございます。手に負えなさそうだったらぜひ力を貸してください。
もう警察でも施錠だけして放置していたはずですが、わざわざ呼びつけたってことはピッキングでもしやがったか。とにかく入ってみましょう。どうやら先に来ているみたいですね。ああ、慎重に降りてみよう。帝国軍情報局所属レクター・アランドールか。油断できる相手じゃない。ハイヌなら覚悟を固めよう。よう、ご苦労さん。どうやら国防軍の連中は引き連れてないみたいだな。だからといってあなたを捕まえるつもりがないと思わない方がいいですよ。赤い星座の所業、あなたにも関係がないとは言わせません。単刀直入に聞くぜ、なんでクロスベルに現れた？それとおじきたち、赤い星座はどこに行った？クライアントならばもちろんご存知ですよね。まずは最初の質問に答えさせてもらおうか。俺が来たのは今日、帝都からの始発でな。もちろんギリアスのおっさんの指示によるものだ。鉄血宰相の？どういう目的で？その前にあんたらに耳寄りな情報を教えてやろう。今日の午後くらいに帝国軍が侵攻してくるぞ。冗談きついです。いや、この状況じゃ本当だとしてもおかしくねえ。もちろんベルガード門からだな。ああ、すでにガレリア要塞に機甲師団が集結している。ま、たかだか一個師団だが、最新の重戦車が揃ってるからクロスベルの装甲車くらいは余裕で蹴散らすだろうな。すぐに警備隊に。国防軍に伝えないと。いや、とっくに伝わってるぞ。一応事前の通達は実習政府に行ってるしな。なのにディーターのおっさんは IBC の資産凍結を撤回せず大統領なんかに就任しやがった。侵攻してくる帝国軍を防ぐのが不可能なのは分かっているはずなのに。それが俺が改めてクロスベル入りした理由ってわけ。おい、どういうことだ？その状況でアリオスのおっさんを国防軍の長官に任命してどうなる？わからない。いくらアリオスさんでも戦車相手に戦えるわけがないし、どう考えても何か切り札があるとしか思えない判断だけど。もしかして共和国と和解して帝国軍への牽制を？もしそうだったら大統領演説で共和国のことまであんな風に非難するはずがないわ。あくまでカルバードとも本気で対決するつもりのはずよ。ええ、そうでしょうね。あなたはキリカさんじゃないっすか。お久しぶり、アランドール大尉も。遅れてすまなかったわね。ま、俺も来たばかりだし気にしないでくれ。そっちの様子はどうよ？概ね予想通りの進行ね。現在アルタイル市の郊外に空挺機甲師団が展開しているわ。共和国軍も？空挺機甲師団ってことは戦車と飛行艇の混成部隊かよ。ええ、機動力のある新型戦車とガンシップの組み合わせね。カルバード軍の中でも最高の機動力を誇っているわ。そんな挟み撃ちということですか？ええ、あなたたちにとっては不本意な事態でしょうけど、でもこの状況になるのは少し考えればわかるはずよ。にもかかわらずディーター・クロイスは一切の妥協なく強硬姿勢に出た。
これは一体どういうことかしら。それともう一つ、2番目の質問について大サービスで答えてやろう。2番目、赤い星座の行方か。ああ、答えは俺たちだって全然知らないんだな。これそんなここまでぶっちゃけておいてそれはないのでは。クロスベルで暴れた後契約は終了したって。いや待ってくれ。赤い星座は通商会議の時帝国政府と契約を結んでいた。契約内容は最小の命を狙うテロリストたちの殲滅、それは間違いないです。ああ、連中もそう言ってたろ。でもひょっとして帝国政府との契約はその時に切れていたんですか。それってまさか。ロイド、やっぱりあんた割と諜報に向いてるかもな。もう少し性格が悪ければだが。それじゃ答えはイエスだ。通商会議以降帝国政府は赤い星座と関わりはない。にもかかわらず連中がクロスベルに残ってたのはこちらも妙だと思っていたが、まさかあんなことをいきなりぶちかますとはな。そんな、じゃあどうしておじきたちはあんな真似。まさか結社と新たな契約を結。いえ、それもおかしな話ね。かつてリヴェールの異変では彼らは強化両兵という独自の戦闘部隊を運用していた。もしクロスベルを襲撃するならそういった部隊にさせたでしょう。なるほど。わざわざ外部の両兵団を雇う必要はないわけですか。そうなると他の候補は絞られてくる。いかにも帝国政府が黒幕と思われるような状況でクロスベル市を襲撃させて何らかの得をした勢力、そして最高ランクの両兵団と長期契約を結べるほどの莫大な資金力を持っている勢力。まあそういうことかね。信じがたい可能性にこそ往々にして真実は潜むものよ。ちょっと待って、今の話の流れだと該当しそうなのは一つしかねえだろうが。いやさすがに決めつけはまずい。レクター隊、キリカさん、情報提供には感謝しますが、あなた方の立場も立場です。ここから先は自分たちで。はい、特務支援課バニングスで。よかった、ちゃんと繋がって。ロイド、セシルよ。セシルね。そんな慌てて何かあったのか。それが、さっきアリオスさんがこのビルにやってきたの。アリオスさんが。私も止めようとしたんだけど、キーヤちゃんがとにかく戻ってこられる。詳しい状況を説明するから。分かった、そのまま待っててくれ。どうしたの。お前すげえ血相だぞ。アリオスさんが支援課に来てキーヤを連れて行った。なんだと。一体どうして。とにかく支援課に戻ろう。キリカさん、レクターさん、俺たちはこれで失礼します。ええ、気をつけて。ま、頑張れよな。やっぱあの嬢ちゃんが全ての鍵だったかな。間に合うと思うか。そうね、多分難しいでしょう。セシルね。ロイ、それでキアはアリオスさんに連れて行かれたそうですが。来たアリオスさんが一人で来て迎えに来たって声をかけたら、キーヤちゃんもうなずいて。そんじゃ希望は自分からついてったんすか。ええ、私にはそう見えたわ。でもあなたたちに無断でというのも変だったから、大丈夫だからって。それで警戒してたサイト君もおとなしくなっちゃって。そういえばサイトがどこにもいません。二人がいなくなってからふらりと出て行っちゃったの。ひょっとしたら二人を追いかけたのかもしれないけど。どういうことだ。しずくちゃんのことで約束でもあったのかし。私もそう思ったんだけど、どうもそうじゃないみたいで。ミシュラムに行くようなことをアリオスさんが言っていたし。
ミシュラム。ええ、ボートの用意はできているって。つまりミシュラムに行くということよね。ここ数日ミシュラム方面は完全に営業停止しているはずだわ。そんなところにわざわざ。ちっ、やっぱ普通じゃねえぞ。追いかけましょう。ロッ、ああ、なんとかボートを調達しよう。セシルネ、ごめん。とにかく追いかけてみるよ。ええ、気をつけて。アリオスさんもキーヤちゃんもいつになく真剣な目をしていたわ。多分よほどの事情があると思う。わかった。とにかく追いついてその事情を聞かないと。なんとか警察のボートを確保できたのは良かったけど、どうやらミシュラムは完全に封鎖されたそうですね。テーマパークや各種ショップの常駐スタッフも退去したとか。例の湿地帯に向かった可能性もあったが、こりゃ間違いなくミシュラムが正解だろう。エリー、マリアベルさんとは連絡が取れなかったのか。ええ、ここ数日なかなか捕まらなくって、 IBC ビル爆破の後始末で忙しかったみたいだけど。あのお嬢さんはともかく、レクターの野郎とキリカさんがほのめかしたあれは本当なのか。クロスベル襲撃の真の黒幕はエレボニア帝国ではなく、リーダークロイス市長、いえ大統領である可能性ですか。ロイド、私に気を使う必要はない。昨日からおじい様との連絡が取れていないのだけど、執事のヘルマンさんはもしかしたらオルキスタワーに拘束されたかもしれないって。それは完全に黒じゃねえか。ディーター市長が一連の事件の黒幕、そう考えると全ての辻褄が合ってくるのは確かだ。その場合、赤い星座や結社は彼の雇った実動部隊ないし協力者、魔人化したバルトや、場合によっては教団すらも利用されただけの可能性がある。 DJ 教団も。バルドはともかく、ヨアヒムまでもってことかよ。もちろん直接のつながりがあった可能性は低いだろう。ヨアヒムの言動から判断する限り他に黒幕がいた様子もない。だが彼自身が気づかない形で利用されていた可能性はあり得る。そういえば太陽の砦からキーエちゃんを連れ去った人物も。そしてシュバルツオークションの出品物に紛れ込むぞ。考えてみりゃ誰の仕業にしたって普通の人間には無理な芸能だ。院や結社クラスの連中、そうでなけりゃ。はい、特務支援課ロイドです。夜中？分かった。すぐに切り替える。ヨナ、どうしたんですか？どうしたもこうしたもないって。クロスベルの動力ネットだけど、とんでもない化け物が潜んでるぞ。化け物？どういうこと？最初はネットワークの周辺に変なデータ構造体を見つけたんだ。意味不明な配列だったから単なるゴミかと思ってたけど、よくよく調べてみたら例の結社が使っていたコードを進化させたものが使われてたんだ。アストラルコード、つまり結社が仕掛けた何らかのトラップですか？いや、日付を見る限り5年近く前からのものだ。確か動力ネットが導入されたのもその辺りじゃなかったか。動力ネットの導入を自治州政府に提案したのは、その結果財団の技術が導入され IBC も深く関わってきた。それこそネットワークの基幹部分を知り尽くしている。おいおい、ってことはヨナ、その化け物とは何なんだ？そいつのせいで何が起きる？確かだ。しかもそれと連
システムも用意されてるみたいだぜ。リアルなシステム。リアルということは動力ネットの世界ではなく、あ、ジオフロントの全区画、それとオルキスタワーを結んでミシュラム方面までつなげる仕掛けが構築されてるみたいだ。ミシュラム、その名前が出る。とにかく解析できたらまた連絡する。何してんのか知んねえけど、せいぜい気をつけろよな。おいおい、つながりすぎじゃねえか。どんな目的のシステムかは現時点では分かりませんが、祭壇予見者以外でそれだけの巨大なシステムを構築できる人間がいるとすれば、今はこのままミシュラムを目指そう。キーヤもアリウスさんも全ての答えが待っているはずだ。鏡の城の最上階にあった。ええ、そうみたいね。なんか水面もぼんやり光ってやがるし。ティオスケ、なんだかわかるか。どうやら霊圧のようなものが高まりつつあるようです。それも奥にテーマパーク方面から。そうか、そちらにアリウスさんたちが向かった可能性は高そうだな。ええ、行ってみましょう。暇はない。アイサ、了解よ。厳重出現、全力で行くぞ。了解。
場所に幻獣が現れ、わかりません。ですがこの冷圧の高まりと関係していると思います。それと総員と同じく鐘の音も関係しているのかもしれない。そんな場所にキーヤとアリオスさんはとにかく中に入っ、はい。プレノマソイッシーの花壇が、沼地に現れた。打ちのめすぞ、デカブツだ。気抜くなよ。了解です。ターゲットを攻撃しました。俺の番だな。任せろ。ほらよ。私の番です。カンパネルラと遭遇したけど、考えてみればキーヤもちょうどこの先で、本当に何があるのかしら。考えても仕方ねえ、行ってみるしかねえだろ。行きましょう。